アルメレはオランダのフレボラント州にある基礎自治体。アムステルダムの東約3 0キロメートルの位置にあり、1968年に干拓されたフレボラント南干拓地の西部にある。オランダで最も新しく誕生した都市の一つである。1976年に最初の住宅が竣工し、1984年に基礎自治体が成立した。フレボラント州では 最大のヘメンテで人口は19万1495人であり、オランダでも7番目に人口の多いヘメンテである。2007年10月には市議会は2030年までに人口を35万人規模にまで拡大することを政府と合意した。ゾイデル海開発で行われた最後の干拓地、造成であるフレボラント南干拓地は1967年に 締め切り堤防が完成して、排水を開始し、1968年5月に、干拓が完了した。ゾイデル海開発の当初予定では、アイセルコ内の干拓地はほぼすべて農地となることになっていた。しかし、第二次世界大戦後、オランダの人口が爆発的に増えたことに対応し、アムステルダムに近いフレボラント干拓地に住宅地を作る計画が浮上し、 南干拓地及びすでに干拓が終了していた東、干拓地と合わせて二つの町を作ることが計画された。東干拓地にレリスタットニチナムが南干拓地に南西の町が計画された。この南西の町がゾイデル海の中世の古名アルメレを取ってアルメレと呼ばれるようになったのは1970年代のことである。1976年に 最初の建物が竣工し、1984年には、この地区は基礎自治体となった。その後、アムステルダムの近郊住宅都市として、急速に発展し、政府に認可された拡張計画によれば2030年には35万人の町となる予定である。当初、アルメレの町は、干宅事業体により運営されており、1977年から、 市長選が行われ1978年からは、異なる政党から選ばれた委員による諮問委員会が置かれていたが、1983年に最初の市議選が行われ、1984年に正式な自治体となり、市民の選んだ議会が成立した。アルメレでは1970年代以来都市建設が続いている。 当初の住宅開発は機能重視で社会の改装を水準化することに重点を置いていたが、1990年代以降の流れは、レムコールハースらの建築家を起用し斬新なデザインの高級な住宅や中心街を作る方向へ向いている。自治体内には、管宅地の水を排水するためのデブロックファンクフェレル、ポンプ場が設けられている。 南フレボラント干拓地及び東フレボラント、干拓地の衛星写真アルメレは南フレボラント、干拓地の最も西に位置しており、フレボラント州正端の自治体である。西と北はアイセルコの一部であるマルケルコに面し、北東には州とレリスタットの西部の農地が接し、東は農地の広がるゼーボルデに接する。南にはフレボラント干拓地と本土に挟まれた湖。 大い湖がある。市内のほとんどは市街地、または公園などに供される予定になっている。アルメレの地区区分、アルメレ基礎自治体には次の地区がある。アルメレ中央駅都市計画の際に、車道、バスレーン、自転車道が別々に設けられており、バスや自転車の走りやすい道路整備がなされている。 1987年にはアムステルダム郊外のベイスプ駅から分かれてアルメレに至る鉄道が開通し、翌1988年にはアムステルダムアルメレレリスタットを結ぶ路線が全通した。アルメレ市内には5つの駅があり、アムステルダム行きの通勤列車が走る。市の劇場姉妹都市は以下の通り、ありがとうございます。